この人数だから勝ちきれなかったすまんみたいな感じで謝られたんですけど、応援してくれる人がいるからこそ僕たちは勝たなきゃいけないですし、まあ、キャプテン山くんで雰囲気はすごい近いもんがあります。そうですね、まあ、自分の持ち味は出せたんでそこの部分は良かったと思いますけど、まあ、負けてる状態から勝ちに持っていけたらなお良かったかなと思います。そうですね、まあ、強度の高い練習の中で、まあ、今は何人か怪我人がいますけど、その中でもやっぱり強度の高い練習してるんで、守備後半になってもやっぱ戦えますし走り切れますし、あとやっぱチームの雰囲気がいいんで、あんまり負けてないっていう、いいチームの状態かなって思います。自分の調子はそうですね、僕は強度の高い練習が好きというか、得意なんで、そのおかげでコンディションもいい状態ですし、イチさんのサッカーは、対人のところが非常に多くなるんで、自分の特徴を出せるサッカーかなと思います。やっぱり秋田で優勝した時は勝って勢いに乗っていってたんで、やっぱ連勝することの大事さはすごく感じました。だから連勝して勝って勢いに乗っていくっていうのと、今は、そんなに負けてないんで、追いついた試合もありますし、そういうので負けないっていうのもすごい大事な要素なんで、ここから勝てるように頑張っていきたいです。そうですね、キャプテン山くんで、雰囲気はすごい近いもんがあります。チームの雰囲気はそうですね、この秋田で契約満了になって JFL 行くってなった時に、絶対に1年で J に戻るっていう決意をした中で、戻ってこれて、それで終わりじゃないんで、これは飯田前節、やっと試合に出るってと、ここからやっぱ自分がコンスタントに試合に出て勝ち取れるようになっていきたいと思います。IS は、ビルドアップのところでボールを動かして前進してくるっていうところなんで、ボール持たれる時間は長くなるかもしれないですけど、その中で、自分の持ち味出してボール奪って、そこから攻撃っていうのを、出していけたらいいかなと思います。声出し応援、僕が J に来て声出し応援があるのは今年から初めてなんで、すごい後押しされますし、どうしてもボール持たれる時間が多い中で、その中でもやっぱ声援というか応援はしんどい時にもう一歩踏み出す力くれますし、本当に感謝してます。勝ちきれなかったのは自分、この人数だから勝ちきれなかったすまんみたいな感じで謝られたんですけど、いや全然そんなことないとになとか思いながら、自分たちの力不足で勝ちきれなかったんで、全然サポーターのせいでも何でもないんですけど、そうやって、応援してくれる人がいるからこそ僕たちは、勝たなきゃいけないですし、そこに応援してくれる人たちの分も、全力で戦います。そうですね、自分の目標としては、やっぱちゃんと試合に出てスタメンを勝ち取って活躍するっていうところなんですけど、チームとしてはやっぱり J2 昇格っていうのを今チームの雰囲気もいいし、順位もそんなに悪くないんで、ここからまた勢いに乗って勝ち進んでいけるように頑張っていきたいです。明日の YS 戦ぜひ、会場まで、お越しください。今引き分けが続いている中で、絶対に勝たなきゃいけない状況なので、チーム全員で
勝利目指して頑張ります。共に勝利の喜びを分かち合えるように、共に熱く戦いましょう。よろしくお願いします。